皆さんこんばんは、えななです。とこちらなんですけど、これは既製品で、アリエク商品で買ったんですけど、これがすごくよくて、素材収納とかにとってもよくて、こんな感じでざっくり入れてるんですけど、音が良かったり質感がすごいんですよね。かなりおすすめなんですけど、これをちょっと100均だけでできないかなと思って、ちょっと再現して作ってみました。で、ちょっと残念なことに、まあ音的にはありなんですけど、ちょっとぺったんこな感じがあるんですよね。ちょっと改良しつつ、こちらの作り方をご紹介していけたらなと思います。なんかアンティークとかヴィンテージ、そういった系の素材を集められてる方にはすごくおすすめのものなんで、ぜひ、一緒に作ってみてください。必要な材料なんですけど、こちらのくすみカラーの画用紙を使っていきます。これは色を合わせるために、このサイズを足して作ったんですけど、この大きいままでいこうかなと思って、2セット買ってないんで、ちょっとバイカラーで作りたいと思います。で、サイズ的にはこう多分いけると思うんで、これでこのままいこうかなと。これはもう本当にベタ貼りしてサンドしてこう袋を作った状態なんで、ここのつなぎ目がもうつなぎ目としてわかるんですよね。まあこれもちょっとありかなと思うんですけど、質感的に。もうちょっと形を変えて作っていきます。まずは、あと必要な材料の途中でした。これと、今ダイソーになるんですけど、もともとはセリアにしかなかったこちらのブリキプレート、ちょっと映っちゃうので、ブリキプレートと強力マグネット、こちらで隠しマグネットをしていきます。あとは中に入れるグラシン紙とかトレペとかワックスペーパーとか、音のいいものを中に仕込んで、で、この私は今回厚みを出すためにキルト芯使っていこうかなと思っております。どんな音になるか、もしかしたら吸い込んじゃって音はできないかもしれないんですけど、厚みを出すためにちょっと入れていきます。あとはこのくらいでできると思います。まずは長い方の辺、こちら側を1センチ折れ線つけます。ちょっと長すぎるので印をつけつつ、もともとはのりしろなしで私は試しに作ったんですけど、
で、上下もつけたい。いいですよ。こちらだけ。これで短い方のこちら側も1センチの折れ線をつけていきます。これをつなげたいので折れ線のない方と折れ線のある方とこんな感じで貼り合わせます。でもう頭がごっちゃごちゃになるっていうことであればもう片方だけに全部折れ線をつけて貼り付けていく感じで、こうするこのやり方はこの前面にやるよりもちょっと大きめで作れるっていうやり方なんで、こんな感じで、実際はここでここを切って、こんな感じで大きい袋を作る感じで、こういう風にしたいんです。まあ、ちょっとここが腫れてな足りないんで切っちゃっていけなかった。あとでくっつけます。そしてこのいらない部分をカットしておいて、袋にななるように準備をしておきます。こうですね、ここ全部貼り付けたら1枚の紙になるように、ここまで準備をしておいて、この大きさとかにまず蓋が7センチなので、7センチのところで折れ線をつけます。ちょっと大きかったかな。こちらをポケットにするんで、だいたいちょっと折れ線より下部分で折ります。ちょっと大きすぎたんで、まあいいか。なるべくサイズ感を一緒にしたい。一緒にしたい。今3センチぐらい折れ線をつけてみました。
で1センチカットすればのり白髪になるんです。やっぱちょっとサイズ感って見た目の問題でバランス大事だと思うんで、この辺はそんなにきっちりじゃなくても線がのり白部なんで大丈夫、折れ線がまっすぐであれば大丈夫です。こっちすればよかったね。でどちらか一個、もうちょっと分かりづらくなっちゃうから、どうせ短くするんであればこうしよう。皆さんは21の1センチプラス1センチプラスで作っていただいて、横幅をで両方のり代をつけて、この大きさに合わせてもう1枚カットしてください。どちらか一方に折れ線をつけて貼り付けて、で袋状にしてください。私はこっちを中にして、この色を中にして、こうポケットにしようと思うんですけど、そのこのポケットになる色の方、ここですよね、この面にブリキ板を入れたいんです。だけどブリキ板を直接貼るとちょっと破れたりとかする恐れがあるんですよね。私はいつもなんかざっくりと短めでこう、で角っこを丸みをつけてあげてカットする。この工程を忘れないようにしてください。でこれに両面テープ貼っておいて、まずシワ加工をしたいので、このまんま破れないようにぐちゃぐちゃにします。この質感が結構好きなんですね。ちょっとこうなっちゃったけど見なかったことにしてください。このサイズに合わせてワックスペーパーなどをちょっと貼っていきたいと思います。ボンドとかで4辺をこう貼るだけで OK です。
で、この状態で、こちらが、こうか。こうなると思うんですけど、蓋部分、ポケット部分。で、この部分ごとに、こちら、カットしていきます。で、こんな感じで準備をしていただいたら、まず、ここ。この部分。こう。で、この、上部分ぐらいに先ほどのブレーキ板を貼ります。マグネット自体はこちらです。こことくっつくので、と、こう、強力マグネットってこんな感じでくっつくんですよ。で、いいところはこう、どっちの面でもくっつくという、どこの面でも。だから場所だけ、ある程度位置を決めたら、こんな感じでくっつけたら、イメージして、ここ、くっついている場所で貼る感じです。から、これは、両面テープ。これが切りづらいんですけどね、ハサミとくっつくので。で、この既製品は2つついてるんですけど、ケチって1つにします。こんな感じで見えないので、あの場所も適当で OK です。一応念のためにここもこんな感じで一応ですね、貼っておきます。で、ここまで準備できたら、こう開いて、どちらか一方に面ごとにこう貼っていきます。まあ、ここはここで、ここはあの蓋側の方がいいかもしれないですね。よし。で、こんな感じで、全然どんな感じかもわかんないんですけど、こういうイメージです。で、多分、ちょっと、外側の方が足りないんですよ。こう、シワ加工もして中も入れてってすると、ちょっと足りないので、もっと大きく、また、折っとこうかな。こんな感じで。で、こうくっつけようかな。多分この状態でいくとあまり貼れる位置で折ります、蓋は。で、
これポイントが、可愛いポイントがここ、このタグみたいなのをこんな感じで2つ折りにし、ちょっと大きめに2つ折りにしていただいてカットします。めちゃくちゃ適当なんですけど、こんな感じで角っこを丸く、入るかな、でここに貼りたいんで、次に閉じよう。これを閉じていきましょう。両面テープの方がいいのか、温度がいいのか。これをずっと作りたくて、動画で撮りたくてってあったんですけど、私は好きだけど皆さんにとって需要があるのかどうかっていうのが、これでも何円だったか、800円ぐらいで買ってるんで、かなり低コストで作れます。質感は全然違うんで、ここ忘れてたと切っちゃったところで、こうして私はここを丸く取ってるので、こんな感じ、なんか使って当然ここが開くのでまたくっつけます。カットしたところはその都度こうやってボンドで隙間を埋めていってください。そして先ほどのこれですね、出したいサイズよりもちょっとだけ残して準備します。で位置を合わせて好きな場所にこうここに貼っていきます。
け貼り付けます。そしたらもうほぼ完成で、ここのサイドポケット側を両面テープ貼っていただいて、貼ります。あ、バイカラーも可愛いですね。こんな感じで。で、こうちゃんと蓋閉じるので、あ、隠しマグネットはファイルでも使えるので。こんな感じで、え、めちゃくちゃ良くないですか？私だけかな。で、あのブキッチョでっていう方にも、これはあのざっくりざっくりで作っていけるのでおすすめです。それでは今日はこんな感じで終わります。それでは。